チョロケン、チョロケンは、江戸時代後期から明治にかけて、京阪地方に存在した門付け芸。全身が隠れるほどの大きな張り子の福禄寺を被った、正月の物声が、京方年間大阪の町へ現れたのが最初という。明治期までは、正月の門付けのみでなく社寺の境内にも現れたが、明治以降水滅した。チョロケンは、数人の集団で、福禄寺役は後に、 福助や恵比寿の張り子にもなり、幕末には、張り子の王ーに、目、美、口、ひげなどを描いたものをかぶり、頭に、黒塗りの大傘を乗せ、両手に先丈竹を持った。残りの者たちは顔を描いた布袋、または、特殊の仮面をかぶり、ささら、三味線、太鼓に合わせて、チョロが参じました。大福チョロじゃ。チョロを見る一服とくくる、薬難薬病みなな。 取り払うなどと生やしてご祝儀をもらい歩いた。滑稽なだけの他愛のない芸だったため、専門の芸人の職場ではなく多くは、小遣い目当ての若者が余興半分に演じていた。そのせいもあってか、子供や若い女性に遭遇すると、面白半分に脅かしたりからかうことがたびたびあったという。名前の由来は、福禄寺の井の長老くんから来たと考えられており、 関西方言のチョケルの語源とも言われている。京阪地区で活躍したチョロケンは、京都の伏見人形としても猿、特級、お服などをモチーフに数多く残されている。1959年、日本舞踊、上方舞三村流によるチョロケンが演舞され、その後も国立文楽劇場にて三村流の長歌チョロケンが演舞された。2014年、博物館。 大阪城天資閣が大阪の陣400年プロジェクトの一環として復活させた2017年 NHK 連続テレビ小説ワロ天下に登場したチョロケン一座を演じたのは東西や桜桃子による作品で運動会でマルコがチョロケンに紛争する場面が描かれている朝日放送の番組探偵ナイトスクープで チョロケンを実際に見たいという依頼が来て、富泉阿び探偵が工事園のイラストをもとに作った、チョロケンに紛争した。ありがとうございます。